雨の中の死骸の森スタート。行きますか。じゃあみんな放送撮ってからなのにね。放送撮ってからこれです。死骸の森、皆さん超怖い雨の中。これはだってあれでもラインライブだから1時間しかできないから。そう、あれ、ドア開けっぱなしで、あ、ドア閉めて、はい、なんか落ちた、なんか落ちた、落ちてない、これそれ落ちてたやつ、ごめん。あ、本当、これ行く、やったら死骸の森。いやー雨がねすごい降ってますね。もうこんな雨の中になかなかやらないですよね。もう傘差し上がってますもん。だからちょっとコメント読めないかもしれない、ごめんなさい。なんかこれ傘がぶっ壊れてんだけど、 K2 さん、K2 外れてるし、 K2 外れてるし、これ濡れちゃうんだよな、外れちゃってるし、これK2 さん外したまま、そのままここなんだよね。もうピチャピチャだよ、これ分かる？この音。だからもう濡れないようにこうやって、ここ取ってこう、ここ取ってこう。これがちょうどね、これこう問われてんだよ、折られちゃってね。これ俺の傘なのに、ね、俺多分刺してないのになんか取れてんの、これなんだね、これ。俺長靴履いてるから僕の方が行く。うん、ちょ取られちゃった、これ壊れちゃった、壊れちゃった、傘が、傘が、傘がこうずれてんのよ、なんかなんか俺これ壊してないのに壊れてるの。ほら傘、俺もう取れちゃってるじゃん。ほら、あー、それ外れただけ、そう外れただけ。まだ外れてんの、ここのあれかいじゃん、うん、持てないんだよね、うん、そう、ちょっとこれのあれが、いや、ちょっと、うん、あ、いい、帰る帰る、いい、ごめんね、ごめんね、ちょっと濡れちゃうと機材が、この上に乗りたいんだよね、なんとか濡れないからこの上がね、ほら見て、マンホールのコンクリートなんだよ、ここだけ。だ、靴が濡れると嫌だから。この森は決して行ってはいけません、ね、決して行ってはいけません、うん、マジだし、ビチャビチャ行ってる、ほら見て見て、あ、やっぱ聞こえた、何今の、何、うわーって言ったよね今ね、なんか聞こえてるでしょ今、あーって女性の声、うん、そう、これが慰霊碑なんだね、慰霊のやつだよね、うん、これが慰霊の死骸の、くるくる、まあ、くるくるはしょうがないよね、 YouTube だから。せっかくで写真撮っとくか、やっぱあると思う、放送してるもん、お、腰がいる、ちょっと危ない危ない、そっち振りたいんですよ、うん、ごめんね、ごめんね、あれ、あれ誰、あれ電気ついてるの、あれ違うの、あれ向こうの方が変か、雨すげえもんね、マジで。どう皆さん、おいおい、どうね、ごにゃごにゃ、ん、カズって言ってる、わかんない、スタッフさん、あ、結構ね、いるからね、でも女性の声聞こえたけど女性いねえんだよね、これやばくない、雨すごいもん、うん、うん、これがまあ反対側にあるんだよね、行けないんです、あ、行けるよ、向こうから、向こうから反対から行く、反対から行く、一旦出て、じゃあ一回出てね、出て、あ、行けるんだけど田んぼだから落ちやすい、うん、滑るから、雨に行けば難しいか、いや、行けるけど何もないんだけどね、形成になってたって、うん、まあいわゆるここで処刑されたって言われてるね、ここで、さっきはここで信長のあれから見る、うん、そう、ここで処刑されたって、今は次第の
え、でもさっき女性の声聞こえたけど、うん、これで何だった？あーって、うん、そうそう、後ろの方でなんかバケタンできないけど、ごめんね。あ、バケタンできるかな、今ここであればできるわ。あるかな、バケタン。あったあった。言ってやっぱりその頭が弱なってる、うん、なんかうなってるよ。ブルーだね。ブルー。はい、一回だけ。うん、なんか女の悲鳴みたいな聞こえたんだ。まあ女性もね、やられてる可能性あるからね。二回聞こえた？見逃した？そうキャー、そうキャーだよね、そう。そう、キャーって聞こえたの、なんかさっき。まさか雨の日に市街の森行くと思わなかったわ。うん。ねえ。うん。あ、ほんと、処刑されたの？あるのかもね、そう。小田さん、こんばんは、とかね。市街の森。あ、じゃあ、向こう行ってみる？向こう行ってみます、ね、うん、ちょっと向こう戻って、また今のとこ戻って右行くの、また、うん、右行くんですね、うん、こっちが処刑場の方なんですか？そう、いや、処刑場ここだよ。あ、こっちが、ここが処刑場なんですか？だけどあっちにはなんかあんの、お墓みたいな。おじさんじゃないよ、お墓みたいな、確か。いや、ここが仕置き場だったんですか？そう、仕置き場、いわゆるね、信長時代のね。そう、でピチャ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 言ってる、こっちがね。わかる、この子。いやな、これ濡れるんです。靴が。僕はだからこれ安全地帯もここから行きます。あー、危ない危ない。事故物件のアパート1件借りとけばそこでライブできます。できますね。ここ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 。そのため用に。ここ。ここを右行って、まっすぐ行くとあるんだよね。そう。濡れちゃう。ちょっとごめんなさいね、コメント読めなくて。傘差しますか。大変なの見てこれ、わかるでしょ、この過酷なロケ。何この雨。わかる、この雨。もう片手疲れる。片手同士でも機材重たいから。これが芝居の、うん、すごいでしょ、こんなかなかできないよ。そうね、やばいでしょ、これ。え、もういいね、こんな出てんだ。こういう感じ。ゴミ置き場か、ここは。ああ。うわ。危ない、危ない。ほら、見えた、皆さん。見えた？ここだよ。ここ。ここで前、女性の声入ったの。ちなみに。ここで入ったの。ここで。写真撮っとこう。死骸の森です。雨の中の死骸の森、皆さんはどう思いますか？うん、すごいでしょ。赤く染まった死骸の森。よくね、寝れたというか寝坊したっけよ。ロルさんの電話に叩き起こされた。いや、飯もったいないなと思って、うん、叩き起こされちゃって、夕方だと思い込んじゃって、ロルさん今夕方っすか。いや、朝食だけだって。見て見て、これこれが死骸の森。
違いの森にまずい。あ、線香の匂いする。大丈夫大丈夫。鶴さん、鶴さん落ちないでね。落ちたらびしょびしょになるから。やっぱうーっつってるよね。怨念が強いでしょ。線香の匂いする。線香の匂いするよね。すごいな。線香の匂いする。ここはちょっとふざけしちゃいけないとこだな。怨念が強すぎるけど、都市伝説系の心霊スポットではふざけはもうありだと思うんだけど、こういうとこはちょっともうガチであった場所の方、そういうここ。いや、トンネルでさ、女が出るとか、そういう噂とかさ、まあ。どう？アピールしてますよ。マジ？これはお坊さんが2人になってますから、これを。あ、これはお坊さん。なるほど。赤くそんなに。お坊さんは処刑されたんですか？これお坊さんが処刑されたの？これが。信長ってさ、お坊さんがすごい嫌いだったからさ、その当時は、焼き打ちしたりとかさ、そういうことばっかやってたじゃん。そう、あれね、なんでかというと、あれね、結局俺ね、仲間になった、あっちの方の仲間になったから、で、ほら、あそこの、あれが比叡山延暦寺、あれが、まあ、あれだよね、攻撃してきたわけでしょ、だからやっちゃったんだよね。やって見せしめだよね、だからね。見せしめですね。見せしめ。比叡山のそっか、焼き打ちだ、それ思い出した。学校の教師の中だった。石が赤くないんだよね。あ、今ね、ドルさんの赤いライト点滅するのね。赤く映る。これ赤く映るかもしれない。これ緑、ここここここ赤いライト見ます。こう赤い。これでも、ドルさん、これ野鳥観察用のやつですよね。そうだね。あの、アマゾンで見たら、そう、よく暗闇でもその野鳥観察するためのそうそう赤い本当物体がよくも見やすくするためなんですよ。そうそう。でも暗いんだよね、これ波なんか、あれ前ブルーのやつもあったっすよね。ブルーは俺はソースにあげたじゃん。原色とかのやつあげたじゃん。ブルーライトあげたじゃん。俺もらってないよ、ブルーライト。あげたよ、お前。ブルーライトのこれたちやねん。これじゃん。鶴さんが持ってる。あ、鶴さんか。鶴さんだよ。あ、鶴さんか。鶴さんか。もらってないか。このブルーでしょ。あ、これか。あ、これはブルーあるよ、ブルー。ないんだよ、何気に。これ、鶴さん、これレアなの、このブルー。売ってねえんだよ、もうブルー。ほら、ブルー怖いよ、ブルー怖いよね。でこれやるとね、よくね、あの、ケイツさんがね、怖い怖いって。これ怖いよ、ブルー。ブルー怖くない？十字のパッチ5、ね、あった方がいい。あった方がいい。とりあえず今、腰が痛いですね、猫玉さん。雰囲気あるか出るか、腰が痛いから。使って使って、どんどん。マッサージだね。マッサージで呼ぶ？腰がさ、今もう、腰痛がなんか。腰痛やばいよ、本当に。だからこれ後付けだよね。模様がこう。やばいよ、本当に。昭和37年って。これ昭和37年にこう。右がやばいよ。昭和さんはもともとあったんだけど、この枠は昭和37年に作られたんですね。どう考えても新しいんだよ、これ新しいよ、これは。前、もともとはないんだけど、その噂で多分ここに来たんだよね。ちゃんと名前が書いてある。多分、北村真紀。作ってきたか。女性の方ですかね。作ったんだ。来てないなりよ。そうだよね。右側かな。マジ変わったんだよ。十字架を呪いの十字架。緑。これで赤外線でしょ。皆さん。赤外線かけるの。呪いが勝つか、俺が勝つか。いや、赤くなると赤く染まる。霊たちの血統なんだ。っていう感じ。ん？何？傘が飛んだ。傘？鶴さん大丈夫？鶴さん大丈夫？鶴さん田んぼに傘落とす。田んぼに鶴さん。鶴さん自分の体落ちないでよ。田んぼに今傘落とす。ねえ。分からないでこれ。ああどこです。もう田んぼだいぶ痛くねえからそう、俺とね、鶴さんの出会いはね、二代目の笠場で田んぼにジャッ落ちたの、鶴さん。それも一番そう初めて。そう、一番初めの時にだよ大丈夫とか言ってあ、うなぎだ。うなぎじゃない、違う。どじょう、あれあれ、違う、違う、あんなにでかいの。木かな。木か、ごめん、間違えた。木だったらごめんなさい。うなぎだと思った。天然のうなぎだよと思って取らなきゃこれはと思って、みんな取ってると思うんだけど。あ、ありがとうございます。どうもね。
これがまあ死骸の森ですよ。雨の中の死骸の森。まあ多分誰も行かないですけど、何も。はい、ゴリさんこんばんは。ね、いらっしゃい。撮影大変ですよ、雨の中。過酷ですよね。こう見てください。信じちゃった？騙されたな。まだまだだな。機械。はい、小田さんこんばんは。やばいよね、ほんとこんな、なんていうの、この過酷だよ、雨降ってる時は。やっぱり、傘させてやんなきゃいけないしね、もう靴はびしょびしょだし、機材は壊れる可能性あるし、ね。やられてるの、堀さんまだ甘いな。感じる、タカさん。じゃあちょっとこれで、バケタンいきますか、バケタン。感じる人に向けて。赤くなるか。この色になるか。ピドピドピド。あれ？ブルーでした。残念、ブルー。ブルー。もう一回いくか。さあ、何色だ？赤か。緑でした、今度は。今日でもダメだね。昨日は赤くなったんだけどね。やっぱこの森なのかな。この森だと。ピッ。緑です、また。ダメでした。バケタン、敗北。カエルの歌はゲロッ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 ゲッ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 。さあ田舎に泊まろう、さあ田舎の死骸の森に泊まろう。泊まれねえ、こんな雨の中じゃ。そう、カエルの声しか分からないよね、本当にね。後ろにいるの本当なの、藤井さん。ゲロッゲロッ、くるくる、本当藤井さん。はい、最近ね、うなぎかと思って、動かねえな、これ、うなぎと思って。なんか、ボロボロしちゃうね、カエル鳴いてると。ね。うなぎいない？いない？いないね。フェスないですよ。いないね。ああ、やっぱり。あ、ケムか。でもそうね、これ俺は、俺、これ20代の時から知ってるんだけど、どこにあるのかな。どこ？死骸の森。あ、死骸の森ね、ここなんだよ。ずっと行きたかったから。あ、ここ良かったじゃん、じゃん。ね。ちょうど近かったからね、まあまあ、比較的。これが死骸の森ってやつ。ねえ、そうだよね、多分ね。この過酷な雨の中で頑張っております。さっきね、女性の声したんだよな、ね、あれ。やっぱいるよね。だって前もこれ、あ、そうですね、これここで入ったんだよ。あ、ここで入ったんですか。そこでね、こうみんな話してた時に、これ女性の声が入ってた。女性の声が入ったんだ。そう。あれはびっくりした。ああ、スパちゃん、マイさん、ありがとうございます。スパちゃんね、どうもすいません。どうもね。ありがとうございます。そうなんだ、何があるんだって、最強スポット。最強スポット、本当に。最強なんだ、なるな。そうだな。あのね。こういうとこって、やっぱりもう、下手こと、我々現代人、語られる可能性が高くなってる。ただこれはね、今最近作ったやつだから、まあそうでもないけど、まあ多分この辺は整備したんだろうね。まあ昔はすごかったから。ほんと、おかしいですよ。田んぼだけなのに、ここだけほら、買えないってことは、これなんかあるんだよね。ここはやばい。カエルの場所です。そう、ここでやったんだよ。ここね。死になってここは、行った方がいいですね。昭和37年作ったんだ、これ。昭和37年作ったんだよね。生まれてね。死骸の森。田んぼで、田んぼ。田んぼの中に森があるんですね。これも？いや、これ信長の墓じゃないよ。信長の墓は多分本能寺じゃないかな、やっぱり。本能寺で多分、おそらく遺体はあると思う。多分ね、いや、すげえ降ってんな、雨な。結構な雨だよ、小田さん、本当に。大
大変だもん、撮影が。これは過酷だよね。また強くなった、そう、わからないと思う、多分。もうでもないと思うしね。そう。あ、でも線香臭いな。線香匂うね。声入ってるかもな。止まってる。雨すごくなってたんだったな。移動で雨すごいよ。やば、雨やばいよこれ。雨すごい激しかった。線香の匂いがする。あ、そうだ、りょうさんこれね、ラインライブってタイトルって後から打つんですか？いや、先に打つんだよ。俺何もタイトル打ってないっす。あ、だから、だから分かんないけど、先に打ってるね。あ、そうなんですか。先に打って、超怖くないタイトルってことが上のものがあるから。まあいいや、なんかそのままライブ配信ってやってたから、まあでも 俺だって指令配信しかしねえから、別にいいかな。分かるもんね、だって勇者創生で、それも心霊スポット配信だなって。ねえ、今日ほんとやばいでしょ。いる線香の匂い。次はちゃんとタイトル打つ。このもう一回言うと絶対やばいでしょ、これ。これちょっとやばいよ、この雨。ねえ、これ見て。ほら、ほら、ほら。傘がすごい。カッパ買ったんだけど、カッパ着てないね。カッパ着ない。そう、カッパ着買ったんだけど、買ってない。着てねえよ。すげえ降ってきやがった。退却もう雨がすごい。退却しよう。雨、退却しよう。機材壊れちゃう。すごい瞬間。そう、頑張ったでしょ少しは。はい。お、危ねえ、ここ通るかと思った、俺。ちくちく、ここ、田んぼ。気をつけて。田んぼ。うんこ、この奥行きなんだけどね。すごいよね。すごいね。ここにあるんじゃないの？昔の何か。大きいよ。だから多分ここはもうなんかインスタイルで多分もう削って田んぼにもできないんだよ。普通の田んぼするでしょだって。そこだけしないってことは、だからそうやっちゃうと呪われたりとかそういうのがあるんで。そう。あ、ちょっとね、よくありがとうございます。そう、だからここ違うもん、空気が。それだけやばいなって思うんだろうね。ね、市街の森ですね。あ、ちょっとね、よくありがとうございます。どうでしたか？ちょっと雨の中ですけど。まあ、少し頑張ってます。過酷だね、今日は本当に。昨日と打ってしちゃって。参ったね、本当にね。いやー、まさかこんなに降ると思わなかったな。弱いと思ったんだけどね、もうちょっと。こんな激しく降るって呪いなのこれ。参ったよ、ほんとね。こんな感じでございます。市街の森でした。いた？そうそう。なんかこの辺いそうな感じがするんだけどね。いますか？幽霊さんいます？なんかさっき聞こえたんだよな、うーってなんか。おーい、幽霊さんいる？女の子かな？男の子かな？どっち？返事して。女の子？
なんか臭くなってたぞ。また強くなったのか、うん、なんか臭いな。コバワードもね、アジさんいらっしゃい。今日は雨がすごいです。おー、いるゆれさん。これなんか聞こえたんだよね。うん、多分いるんじゃないかな。うん、おー。おい、お茶。ということで皆さん、死骸の森でした。ちょっと過酷でしたけど、ちょっと早いですけどね。お疲れ様でした。移動の方が長かったって言われた。ありがとうございました。ちょっとカカシ、死骸の森でカカシ、カカシがなんか刺されてる見えない、ピッて。刺されるみたいな感じ、ね、ほら、撃ち落とされてる、ほら。そうですね、これやばくない？ほら、ほら、ね、撃たれたような感じ。撃たれたような感じ。これ怖いな、写真撮っとこう。写真撮っとこう。これ怖えわ。ね、ほんとカカシなのこれ、うん、前なかったよこんなの怖いねこれね。死骸の森でした皆さん、お疲れ様です。